松尾秀介5月31日から1945年8月25日は日本の海軍軍人。海兵74期。太平洋戦争末期、人間魚雷、海天の登場員となるが出撃する機会を得ず、終戦後に自決した。最終階級は海軍中尉。1924年5月31日に台湾で生まれる。台北第一中学校を卒業後。 1943年12月1日に海軍兵学校へ進学した。1945年3月30日に海軍兵学校を卒業すると同日中に海軍小位候補生になるとともに第二特攻戦隊付けとなった。そして同年3月31日には第二特攻戦隊光基地を打つ等文献隊へ着任し、 回転登場員として出撃までの時間を訓練にて過ごす。同年5月1日に突然第2特攻戦隊大宮基地への転属を言い渡される。大宮基地へ移動した松尾は到着後に回転登場員と共に看板士官を兼任することとなった。同年7月15日には正式に海軍将尉へ昇格し、これによって松尾の 回転特別攻撃隊としての出撃は果たせなかった。終戦を受けて、松尾は、同年8月17日に出撃場所だった。大宮基地へ戻るが、同年8月25日シニアに、歌詞館登場員宛てへ、以下のような衣装を書いた。ずつ歌詞館登場員。時間があれば、打足となれど、2、3所感を述べむ。1、絶対満然たる。 休暇気分に適強せざること。敗戦は、俺たち軍人の責任たるに思いをいたし、その攻めを負うべし。二、図太とく迷路二次局は、貴様たちの想像以上に変化すれども、常に迷路に頑張れ。三、仲良く互いに連絡を密にして、今の気持ちを忘れざること。四、マイナス戦力足らざるごとく心かくべし。緊張がたるみマイナス戦力とならば、 速やかに正すべし。正す当たわざる時は速やかに自殺せよ。五、酒と女とは絶対に慎め。シャバでは禁止をやるくらいの覚悟で書か,かれ、これを要するに大義に徹したる行動をすべし。終わり。松尾秀助員。ずつかし官登場員。一、大義に徹せよ。二、ずぶとく迷惑に。三、仲良く。祈り五分と。 世は常に貴様党と行動を共にせん。松尾秀助員。終わり。書き終えると、大宮基地の連兵城中央部にて、故郷、台湾の方角へ向かって正座し、左胸、去年21。松尾は没後、海軍中尉へ昇進した。ありがとうございます。